東京大学内科講堂の三浦金之助肖像、三浦金之助から1950年10月11日は日本の医学者、東京帝国大学名誉教授、外人教師依存から独立した日本人による内科学を確立した。普通医学を日本に紹介した。神経学を主に生科学、寄生中学、活下など多彩な研究を行った。日本神経学会。 日本内科学会の創立に寄与した。1906年学士院、会員、1949年文化勲章、道の区国立軍港成田村生まれ、1877年に、状況外国語学校ドイツ語科を経て、1878年、東京帝国大学医科大学余科入学、1883年本科に進学、1887年に、 東京大学医学部本科を卒業し、エルビン・ホンベルツの助手となる。1890年からドイツ及びパリに、自費留学。1892年に帰国し、東京帝国大学講師や助教授を務めた。31歳となった1895年から、定年の1924年まで、初代教授、佐々木正吉の後任として、東京帝国大学医学部医学科。 第一内科学講座、第二大教授を務めた。公認の教授は島、その純次郎。定年退官後は、同愛記念病院院長を務めた。東北地方に流行する首下がり病を調査研究。また、海中欄に受精卵と未受精卵の別のあることを確認。区内省雇用係を務め、大正天皇の診断を行った。1949年。 文化勲章受賞、1950年10月11日、王診に出かけようと神田する画台の自宅を出たところで、脳卒中で倒れ、病院に運び込まれたものの回復しないままにて死去。著書に、三浦内科学三6三浦診断学などがある。妻は、三宅州の長女、のり次男は、三浦義明は、東京大学医学部助教授を経て、 千葉大学医学部生科学教授を1960年から1981年まで務めた年譜は林英子によるありがとうございます。